相続の名目と決めんだよ。だから贈、あの贈与か売買か、どっちが税金、税金高くなるか見てからね、あの判断して先に税金を納めるんだって。キョポの場合は、キョポの場合は先に税金を、キョポパパがキョポじゃないのに、パパがキョポだから、そのための証明が来てるから。